全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。さあ、チャレンジリーグの第1戦、シエロ対イラン FC。 あいにくの雨となりました。今日の試合、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。海外から3クラブを招待して行われるこの大会、チャレンジカップの開幕ですが、この大会をどうご覧になりますか？ファーストステージの結果が冴えませんでしたからね。ここでいろいろ戦術などを調整してセカンドステージにつなげてほしいですね。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。
前半14分、イラン FC。 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。パス、スレイマン、アイコンタクトだ。大きな問題ですね。全体の技術力の底上げが必要ですよ。前半27分、イラン FC。 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。澤田、倒された。ロングパス、スレイマン、パス、カーリック、攻め込むチャンスを伺います。チャンスになります。スレイマン、これが決まった。前半37分、イラン FC、 依然として1対0と1点のリード。もう少し戦術を理解する努力が必要。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。スレイマン、攻め込むチャンスを伺います。ここでフェイント、モハメッド、このボールを受けました。ロングパス、ジャマルウディン、そのままシュート、ゴール。飯島、これは全くの逆を突かれた。一方的なペースで試合を進めました。前半の攻防はどうだったでしょう。後半は攻めの人数を増やしてくるんじゃないですかね。このままでは追いつけませんから、積極的な手を打ってくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。どうやってこの点差を詰めていくのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦始まったところ、イラン FC、 ここからどう展開するのか。イスラーム、このパスが通った。松原、反則加工のプレーだ。やはりイエローカードが出されました。後半開始早々、シエロ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。いった、ムサーバ、これはいい位置にいました。後半14分、イラン FC、 現在得点は2対0。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。イスラーム、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ジャマルウディン、綺麗にボールがつながります。スレイマン、そのままシュート、豪快に決めた。磯貝、コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。蹴った、コスタ、あーっと外してしまった。パリエド、なんとか守りきりました。後半36分、イラン FC、 フィールドいっぱいに広がります。岡野、カーリック、速い攻めで一気に崩すか。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ウンガ、これはかわされた。コスタ、カットしました。ここで試合終了です。0対3、イラン FC、 この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。さすがに相手が強いですから、そう簡単には勝たせてもらえませんね。この経験を十分に生かしてほしいですね。
お茶の間の皆さんこんばんは。本日はチャレンジリーグの試合をお届けします。さあ、チャレンジリーグも第2戦、シエロ対イラク FC。 残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。惜しくも敗れ1敗で迎えた第2戦、どのような戦い方が予想されますか？第1戦はちょっとがっかりさせられましたね。このクラス相手に勝てないようだといけませんね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ、試合開始です。前半の立ち上がり、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。かろうじてパスが通ったという感じですね。コスタ、ショートパス、グンガ、フェイントをかけます。フェイントをかけます。アルマージット、止めることができない。ドゥンガ、ボールを運びます。ドゥンガ、岡野、ファイサル、このボールを奪いました。ドリブルで攻め上がります。前半戦始まったところ、イラク FC。 さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。澤田、バランスを崩してしまう。この人は本当に精神的に強いですね。常に冷静にプレーするあたりはさすがですよ。ちょっと彼はまだ戦術にか。アルマージット、一気に攻め上がります。サルタン、このシュートはキーパーの真正面。飯島、ゴール前に立ちはだかります。サルタン、さあ誰に合わせるのか。選手が上がっていきます。蹴った、サッダム、ボールが切れていきました。飯島、なんとか守りきりました。サレム、フリーキックのチャンスを得ました。蹴った、惜しい、外れた。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半12分、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。さあ、反撃です。カーリット、ボールを運びます。カーリット、直接キャッチしました。飯島、なんと反応した。カーリット、ここからどう展開するのか。ボールをフッセイン、このボールを受けました。アルマージット、チャンスになります。サルタン、フッセイン、惜しい、外れた。後半26分、イラク FC、 現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。フッセイン、攻め込むチャンスを伺います。ボールを運びます。倒された。フッセイン、そのままシュート。このシュートはキーパーの真正面。
後半26分、シエロ、ここからどう展開するのか。ショートパス、右に叩きます。中田ドリブル、おーっとボールを取られた。ここで試合終了です。90分を終えて同点のまま試合終了です。今日の試合はどうでしたか？結局両クラブともチャンスを全くものにできませんでしたね。観客席を沸かせるシーンが全くなかったことは少し不満ですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。チャレンジリーグ第3戦、シエロ対北朝鮮 FC。 1敗1分けと苦しい展開で迎えました最終戦。今日はどう戦っていきますかね。2戦終わってまだ勝ち星がないのはいけませんね。選手たちももう少し危機感を持ってプレーしてほしいですよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半の立ち上がり、北朝鮮 FC。 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。通りました。カムインガドリブル、ロングパス、グラウンド中央、ウガンピル蹴りました。これが決まった。両クラブ最後の決め手を欠きました。前半の攻防はどうだったでしょう。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず、自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半戦の序盤、北朝鮮 FC 依然として1対0と1点のリード。かろうじてパスが通ったという感じですね。磯貝、コーナーからゴールを見つめます。選手が上がっていきます。
上げた、岡野キーパー止めた、後半13分、北朝鮮 FC サイドに広がります。チュ・ジェソン速い攻めでいい、パス中田止める、チュ・ジェソン速い攻めで一気に崩すか、イム・ゲヨン一人で持ち込みます、キーパー止めた、飯島ゴールマウスを守ります。後半24分、シエロ1点のリードを許しています。ウダンピル反則加工のプレーだ、レッドカードが出されました。チュ・ジェソン退場になります。奮然とグラウンドを去ります。後半38分、シエロ早く追いつきたい、時間は残りわずか、中田フェイントをかけます、このパスが通った、澤田センタリング、理想外岡野ヘディングシュート、ゴール、素晴らしいコンビネーション、シエロとうとう同点に追いついています。試合終了の笛が鳴りました。90分を終えて同点のまま試合終了です。試合を振り返っていかがでしょうか。まあ両クラブともによく戦ったと思いますよ。リーグ戦ですからそれぞれの思惑はあったと思いますが、試合としては悪くない内容でしたね。